はい、どうもエルザです。それではカップヘッドやっていきたいと思います。このあたり、ああ行けないのか。見るだけ見てみましょうか。だいぶそうだね、ガチマと同じ時間ぐらいやってるねちょっと覗くだけ。これはこれはこれは、よくぞここまでたどり着いたのものだな。役立たずのゴマスリーキングダイスを締めただけで決まく、約束通り魂の契約書を携えてな。さあそれをこせ、そして俺様の仲間になれ。そうだね、もう心が折れてるんで、これでお前たちは俺様のものだ。我らの手で凄まじき時代を築こうではないか。あ、へえ、悪魔契約するって感じか。セルアウト。あ、一応クリアなんだ。いや、これクリアでいいの？違うよね。こんなんクリアじゃないよね。お、すごい。意外と 94% までいってるね。デビルとワンヘルオブアタイム。いきたいと思います。これはこれはこれは、よくぞここまでたどり着いたのだな。役立たずのゴマスリーキングダイスを締めただけでなく、約束通り魂の契約書を携えてな。さあそれをよこせ、そして俺様の仲間になれ、ということで、いいえ。おお、他の連中と同じように踏み倒すというのだな。では交渉決裂とはどういうことか、俺様が身をもって教えてやろう。行くぞ。はい、で、それがきつい。おー、なんだそれ。痛い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 。雲か。お？な、おー。危ない。さあ、第二形態。あー、攻撃癖あるね。しかもコインが落ちてくる。さあスペシャル使って、やばい、左右が、しかも敵出てきた。ちょっと反対向いて、あ、やばいやばいね。ん？まだか。はあ。やっぱあれはパリーだな。よし。やばい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 。上がやべ。痛い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 。あー、上のソリゼがやばいって、やべやべ、え、ちょっと待ってどういうこと、当たったはあ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 、ちょっと待ってね、雑魚はあ、やべえなやべえな、
よいしょ、危ない。2段ジャンプ。で、やばー、危ねー。ほいっと。嫌いなの来たねー。怖いなー、この攻撃。羊がね、羊とかヤギが大量に来てくれるとめっちゃ助かるんだけどな。そろそろいいんじゃね。よーし、3発入るとでけえなここはゴリ押ししよう。にゃ、痛い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 。よし、来たー。はぁ、クリアだね。はぁ、ゴリ押し成功だったね、最後ね。うん、パリはしっかり3回の A。 やったー、 A 行ったか。これきょうだいはついに悪魔から勝利を勝ち取りました。いいだろう、お前の降参を受け入れよう、デビル。カップヘッドは笑っていました。それともう一つ、そう言うとカップヘッドとマグマは魂の契約書を全て捨て、デビルの支配からインクウェル島の住民を解放しました。燃やしただけでいいんだ。うわー、みんなに話すのが待ちきれないよう、カップヘッドが言いました。兄弟は全速力で家を目指します。ビリッケツは穴あきカップだからね。マグマンがはしゃいで言いましたと。家に着くと兄弟はみんなを集めました。みんなデビルの借金から解放されたんだ。そう、カップヘッドが言い、もうあの悪魔に怯えることはないんだとマグマンは続けました。カップヘッドとマグマンに拍手を。万歳万歳。ペトルジーさんはみんなの沸き立つ声を聞きながら誇らしい気持ちでいっぱいになりました。一日中続くパーティーが始まり、2杯のカップたちは二度とトラブルに足を踏み入れないと約束しました。そして本当に約束は破らなかったのです。次のトラブルが起きるまではね。でもそれはまた別のお話。ジ・エンドということで、クリア！やったね！はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回で、そうですね、ストーリーモードの方かな、まあ、クリアとなりましたので、終わりとなります。まあ、ちょっとしたやり込みはやっていこうかなと思ってますんで、まあ、それも、うまくいけばあげたいなと思いますし、あとは DLC も出るという話がありますので、まあ、そちらが出た時にまた続きはやっていこうかなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。